柵の紺棒は9尺6尺4尺3尺2尺とあるが現在多く使われているのが6尺棒である上中下段の抜きや押さえて外してからの抜き打ち技払い技などの動作が基本となる。柵側の紺は 漢画はカンガが創作したと言われている方である。